初心者のためのセキュリティ。今回は睡眠試験について解説します。事件とは、ファイル共有ソフト、ウィニーのソフトウェア開発者が逮捕された事件です。開発者が逮捕されるのは極めて異例なことでした。ウィニーとは、ピアトゥーピア方式のソフトウェアで、不特定多数の人にファイルを公開する機能が優れていました。しかし、実際にはアダルトコンテンツや著作権法違反のコンテンツが多く共有されていました。もともと、P2P は言論の自由を実現することを目的に作成されました。暗号化は検閲を避けるためです。インターネットが自由の象徴のような時代でしたが、著作権違反も頻発していました。各国とも捜査機関が取り締まりを強化しつつある時代でした。そんなタイミングで日本国内に登場したのがウィニーになります。当時 P2P を介して広がる暴露ウイルスが流行しました。アンチニーというウイルスは、PC 内の情報をウィニー上に流出させるものです。ここに掲載しているものは、ほんの一部に過ぎません。流出したということは、組織内の誰かがウィニーを使っていた、ということになります。映画や音楽などを P2P に流して共有する著作権侵害は、たくさん発生しており、問題となっていました。日本でも、著作権法違反による逮捕者が出ています。また、当時は暴露ウイルスの影響により京都府警からも情報流出がありました。その後、京都府警はウィニー作者の逮捕に至ります。京都府警については、規約違反して捜査情報を持ち帰り流出させただけでなく、違法コピーまでしていた身内は立件を見送ったのに、ウィニーの作者を幇助罪で逮捕起訴していることから、京都府警と揶揄されるようになりました。その後、京都府警の不正な捜査も明らかとなっていきます。幇助罪とは、犯罪の手助けをした場合に罪となるものです。今回の場合、手助けをしたことになるのでしょうか。犯人の手助けとは、泥棒の手助けとして、見張りをしたり、金庫の鍵を開ける手伝いをしたり、また、そそのかした際も幇助とされる場合があります。では、ウィニー開発の始まりを見ていきましょう。ウィニーの開発は、2チャンネルでのこの発言が最初だったと言われています。今なんでフリーネットみたいだけど、2チャンネラー向きのファイル共有ソフト Zoom を作ってみるわ。もちろん Windows ネイティブな、少し待ちな。これが、レス番号47であったことから47子と呼ばれるようになりました。そして、このような発言もありました。この発言を、どう解釈するかが重要となります。ここからは、技術面に関して説明していきたいと思います。ウェブなどの一般的な通信は、中央サーバーに対してユーザーがアクセスに行く方式です。サーバーとは提供者の意味で、クライアントとは顧客や依頼人という意味になります。クライアントからのリクエストに対して応答を返すのがサーバーということになります。もし悪い人がいれば、認証段階で拒否して排除することができます。また通信が集中してしまうため、高性能な機器や高速回線が必要となります。 P2P の場合は、ユーザー同士が直接通信を行います。一つ一つの接続先のことをノードと呼びます。 P2P では、各々のプログラムにはサーバー機能とクライアント機能の両方が載っているサーバントという構成になっています。これにより相互に通信を行うことができます。P2P の場合、接続に行くとしても、最初は、どこに繋いでいいのかわかりません。これを、最初の一歩問題と言います。NAPSTAR や BeamMX は、サーバーに、ユーザーごとの接続先を保存しておき、その情報をもとに、各々が接続するという方式をとっていました。この方式で、P2P のネットワークを構成するためには、サーバーが必要ということになります。GNU テラやウィニーの場合は、最初の一歩問題をクリアすれば、あとは接続先同士が情報交換することで、自律的な運用が可能となります。P2P のメリットとしては、負荷が分散されるので、大規模化が容易であることと、
一部に障害が発生してもネットワーク全体がダウンすることがないということが挙げられます。デメリットとしてはネットワーク全体の把握が困難であることから一元管理が難しく悪用する利用者を排除しづらいなど制御ができないことなどが挙げられます。ファイル共有の仕組みにおいては検索も課題となります。誰かが公開しているものを検索するためにはノードをたどって検索することになります。例えば100個公開している100ノードがあれば1回の検索で1万回100ノードすべての人が1回検索するだけで約100万回の処理が必要となります。ネットワーク帯域やコンピュータの負荷を検索だけで使い切ってしまうことになります。 Winnie ではこの検索の問題に対処するためあらかじめファイルの情報を拡散させておく手法が取られています。これはサイズが小さいため比較的軽量に動作し検索の際にインデックスとして機能します。情報の中にはファイルの存在場所が含まれていますのでそれをもとにファイルの場所を特定することができます。しかし欲しいという人が多かった場合その人にアクセスが集中することになってしまいます。このままでは正しく転送ができなくなるでしょう。最初に公開した人を一時保留と呼びます。そこからダウンロードした人には自動的にキャッシュとしてコピーされ公開されます。これを二次放流と呼びます。これにより通信が集中しなくなりますので負荷は分散されることになります。欲しい人が多いファイルほどキャッシュが多く作られ効率よく展開できる仕組みとなっています。キャッシュの副産物として最初に公開した人が分かりづらくなり匿名性を高める効果もあります。 Winnie ではクラスタと呼ばれるグループを構成しています。近い検索ワードの人は同じようなファイルを共有するという想定です。また通信速度に応じて上流と下流の考え方があり通信速度が速いノードほどより多くの情報が集まる構造になっています。検索の際は上流側に検索すれば効率のいい検索を行うことができます。これらの機能により効率的なファイル共有の仕組みを生み出しています。これらの機能を表にまとめるとこのようになります。 Winnie はピュア P2P として先進的だったと言えるでしょう。ではファイル共有ソフトはどのように使われるものでしょうか。ファイルが欲しい人は特定のキーワードで検索を行います。それを公開している人がいればダウンロードの申請をし許可されればダウンロードが開始されます。 WinMX などはこの方式になります。当時の法律ではアップロードなど違法コンテンツを提供した側は罪に問われますがダウンロードする受領側は合法となっていました。このケースでは許可の手続きもあることから明確に提供側の問題と言えます。なお法改正により現在では違法と知りつつダウンロードする行為は罪に問われます。 Winnie が違うところは自動ダウンロード機構を備えているところです。最初にキーワードを指定すると自動で検索し条件に合致するファイルをダウンロードし合わせてキャッシュも生成していきます。この時受け渡しの許可や確認は行われません。キャッシュは中継しているだけで意図せず生成されます。最初に違法なコンテンツを提供した人は罪に問われますがキャッシュを保持している人はどうでしょうか。そしてソフトウェア作者は作者の金子氏はこのような発言もしています。実際にはキャッシュデータを送信したことをもって逮捕に至ったケースがありました。理由としてはキャッシュはダウンロードしたから生成されるという判断とのことです。仕組みを考えればこの解釈による違法性には疑問があります。またこのような発言もしています。これをどう読むかにより解釈が異なると思います。京都府警は最初から逮捕する意図で動いていたようです。アップロードをさせようとも目論んでいたようですが失敗しています。事情聴取のため近くの警察署で調書を作成中に著作権侵害が目的と発言したということになっています。しかしこの警捜査官の勘違いか意図的に事実を曲げたのかここで不正な取り調べが発生しています。ここが事件の出発点ではないかと私は考えます。その後事情聴取が行われ金子氏は逮捕されてしまいます。
警察や検察の求めに応じて調書に署名押印をしてきたものの、途中でおかしいと気づいたようです。証言をねじ曲げるような取り調べが行われていたのではないでしょうか。おそらく逮捕する意図でシナリオを作成していたように見えます。逮捕後ほどなく弁護団が結成され、京都府警の不正なやり方を糾弾しています。また裁判費用として募金を募り、わずか3週間で1600万円を集めることになりました。一審の京都地方裁判所では罰金150万円の有罪となりましたが、同日双方が控訴しています。二審の大阪高裁では逆転無罪となりました。一審は法令の解釈誤りであり、検察官の所領も理由を変えているとのことです。しかしなぜか大阪高等検察庁は最高裁に上告しています。この頃 NHK の記者が嫌がらせとも取れる弁護妨害を行っていたことが明らかになりました。無罪主張は悪あがきなどと言われていたようで、極めて悪質だと思います。最高裁の判決は、検察官の上告主意が不適切や事実誤認があり上告理由に当たらないとし、二審も法令解釈を誤っているが無罪は適切としました。その上で、中立的なソフトであり著作権侵害に利用するかどうかは個々の利用者に委ねられるとしました。開発手法として改善を繰り返すのは一般的ともしました。著作権違反しないようにウェブサイトなどに注意書きをしたり、スレッドに書き込みをしていたことからも幇助の意思はなかったと判断されました。また裁判官1名が公衆送信権侵害の幇助に該当するのではないかという反対意見を出しています。40万件以上の著作物の違法コピーが存在し、約30万人が利用する状況は例外的な量ではないという意見です。放置するのは社会的に看過し得ないのではないかとする一方、直ちに刑罰の対象とするのは技術の発展を阻害し萎縮効果も生みかねないとしています。警告もなく警鐘もない段階で捜査に着手し、告訴を得て強制捜査を行い、思い込みによる前提での起訴に至ったのは配慮に欠け請求すぎたと警察の対応も批判しています。判決を比較してみると、一貫して中立なソフトであるという判断になっています。また著作権侵害をさせる目的で意図的に提供したというのも否定されています。この点からも警察の思い込みによる言いがかりのような逮捕だったと言えるでしょう。裁判においては解釈誤りも指摘されています。そもそもこの裁判は最初から無理があったように思います。なぜ警察検察は違法行為までして何年も争ったのでしょうか。当時ファイル共有ソフトの解説本などがいくつか出ていました。悪用厳禁としつつも、説明を掲載している行為こそ幇助として取り締まるべきだったのではないでしょうか。一部で天才プログラマーなどという声がありますが、技術的に優れているかは微妙です。ただ効率化のためのアイデアは先進的で、開発手法も評価できると思います。ただ合法的な利用は困難な設計だったように思います。本人は技術的興味から作成したのだと思いますが、実はフリーライダーのような考え方によって支えられていたのではないでしょうか。金子氏はこのような言葉も残しています。新しいアイデアは形にして公開することにより発展していくので、日本人にはもっと頑張ってほしい、そういう思いを感じられます。今回のまとめです。違法な取り調べを行う警察はいます。恣意的逮捕は社会にとって悪影響であり、無罪は当然でしょう。現在は著作権侵害されたもののダウンロードも違法になりました。不正行為には関わらないようにしましょう。皆さんの安全な IT 生活のために。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いします。